さあ今回も始めていきたいと思います。 GTA5 パソコン版実況第44回目ですね。前回はとても悲しい出来事がありました。トレバーがついにパトリシアとお別れという GTA 史上最高に悲しい出来事がね起きてしまったんですが、まあパトリシアもあんな短気なマドラッツォの下に30年も一緒にいるっていうことなんで、意図、頭がおかしいとは思うんですが、まあそういったところからトレバーと仲良くなったんですかね。トレバーがなんでパトリシアのことを好きなのかっていうのはよくわからないんですけど、まあ何か通じ合うものがあったんでしょうね。とても悲しい出来事でした。さあ今回始めていくんですが、何をやってるんだ彼は。どういうことなんだ。何か射撃の練習でもしているようですね。話しかけてみましょう。うん、分かってるようですね。俺この子さ、20歳ぐらい、20代ぐらいの若い子なのかと思ってて、この間マイケルになんか過去のエコに座ってんじゃねえみたいなこと言ってたら、時に顔のアップ映ったけどさ、ずいぶんいってるよね、年。40代ぐらいだよね、きっと。もうなんかこの子は随分自虐に走ってしまったね。まあしょうがないね。さあというわけで今回もミッションの方を進めていきたいと思います。何やりゃいいんだろう。どちらにしろ遠いよね。ここに T があるよ。これトレバーミッションかな。これ D は誰。デビンか。じゃあこの T 行く。めっちゃ遠いけど、タクシー使おうかな。それともドライブ動画っぽく行きますか。となると速い車が必要だ。じゃあまずは車でもパクリに行きますか。あら、オートショップじゃんこれ。まあ、しょうがない。一人称でじゃあゆっくりとね、ゆったりとはいかないが、やっていきますかね。ジャンプしちゃうよ。随分オフロードだね。そんな道あったんだ。知らなかったよ、近所なのに。もう舗装されてねえじゃん、道路。大丈夫？回転数上がりっぱなしだけど、シフトチェンジ全然しないよ。大丈夫ですかね。むしろこの車で行った方が早いのかな。なんか遅そうだもんね。すまん。すまん。まあ事故は誰でも起こすさ。あれ高速になっちゃったな、これきっと。高速行ったら速い車いるかな。いややっぱさ、こんくらい、やっぱり料金所が渋滞の原因だと思うよ。 ETC でも渋滞の原因でしょあれ。海外の高速見るとやっぱり事故ぐらい渋滞になるのって。何で渋滞するんだろう海外って。日本は事故とか、あとはなんか変な、まあ、連結、まあ、合流が多かったりで減速で渋滞になっちゃったりとかするけど、料金所も結構な割合で渋滞になるよね。あ、この車にしよう。はいはい、すまんね。こっちの車の方が良さそうだったもんで。あ、二人いるじゃん。さよなら。最近さ、なんかさ、こんにちは。うわ、残念な不幸な事故が起きました。車に轢かれました。まあ焦って降りるもんじゃないね。そうそう、最近さ、車乗っててバックミラー見た時によく見るんだけど、夫婦で車乗ってんのに女が運転してることが結構あるんだけど、最近は男が運転しない時代なのかね。なんか奥さんなのか彼女なのか知んねえけど、結構女が運転してることを多く見るようになってきたな。ちょっと信じられないんですけどね。まあジェンダージェンダー言ってるからね。ジェンダージェンダー言ってる割に、女は自分の権、女としての権利を求めたがるのには意味がわからないんですけど、まあ、なんか変な時代になってきたな。さてまだまだ目的地、あとでも 2.6 キロか、結構早かったな。
遠いと思ったけど高速使うと割と早いよね。うわっ、あそうか、いきなりこうやって下に降りるのか。料金所ないとわからんな。さあ目的地も近づいてきました、もはやこの一人称でメーターの動きとかを見ながらドライブしてるって何ゲーなのか本当にわからないよね。まあそこは GTA のいいところでもあるんだけど、なんかメーター動くってテンション上がるよね。なんだ、何かが発生したような強盗、しょうがねえな。もうこいつ、よしよし、これを止めなきゃいけないのか。あれ案外生きるね。チャンスを与えたぞ。もうこれから躊躇せず撃つことにした。回収、この野郎、一応撃っとくか。クソ野郎、人のものを盗むなんて全く信じられん。いやトレバーでそんなこと言ったらあかんな。こいつらは人のものを盗んで家業にしてるんだから、しょうがねえから返しに行ってやるか。ちょっとトレバーの好感度アップキャンペーンだ。どれかな、しょうがねえな。もう盗まれるんじゃねえぞ。なんだお前、俺は今正義の行いをしているの。邪魔をするんじゃない、返してやるよ。嘘つけ。感謝しても好きでねえ割には随分とあっけなく帰ったなこの野郎。あいつ殺して回収できんだっけ。さあ、あれ邪魔だなこの。そうばば、さあ向かいますかね。ガラス割れちゃったよ、正義の行いのために。ふう、誰だこいつ、怪しいな。白番は出ないんだから出てやるか。誰だ、パトリシアじゃね。マドラゾさん。はい、してます。いや、顔が見たい今。パトリシア、なんで電話してきたの。お、なんだこの連絡先、ツーショットだし。パトリシア・マドラゾさん。トレバーすげえ可愛いんだけど、なんだよこいつ、どうしちゃったの。どんな顔で出たんだろう、すげえ見たかったわ。さあ気を取り直して向かいますか。トレバーがパトリシアと一緒になってたら多分変わると思うよ俺。やっぱり男をいい方向に変えてくれる女っていると思うんだよね。俺もゲイに出会ってるしさ、結構いい方向に、まあ、悪い方向に引っ張るやつも結構の方が多いと思うけど、やっぱりいい方向に、なんていうのかな、方向転換してくれる、舵切ってくれる女と出会うとすごい変わると思う。ここか、あーまあトレバーもようやくそういう女と出会えたんだからね。あれ懐かしい声だな。That's a funny way to greet your cousin. どうだよ。G-damn cousin, Trevor. I thought we was family. 勝手にファミリーになっちゃった。Please just go and ruin somebody else's home furnishings. Who the F is that? うわー、いる女。帰ってきたの。Chance, did you catch crabs at that conference? What? Guy, come in. I'd like you to leave right now.
業務上の乱行パーティー。どういうこと？水道水よく飲めるな。綺麗になってる。綺麗になってる。あの絵も戻ってる。初めて会っちゃったよ。Look, this is all I've got. All right, I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me. Okay? よくない全然。どういうこと？デブラ。Why can't we all just be together? Huh? You can have Mondays through Thursdays. You can have the weekends. All right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, is normal so good?そういうことですか、トレバーさん。わからないですよ、その説明じゃ。結婚してくれないかってどういうことよ。もうこいつ本当に。キャリアだってよ。フロイドはこんなに思ってるのに。この女。ああ。もうダメだよ、この女。こんなに思ってたんだよ。誰ボブって。誰ボブってお前。Whoa! Hey! My name is Trevor, sweetheart. Sweetheart. I could give a fuck what your fucking name is! 言っちゃったよ。なんだ、銃か。Bob taught me. Fuck Bob! You people are not. なんだこれ。どういうことだよ。おお、マジか。どうなっ、あらら、この格好はやってしまったな、トレバーさん。まさかの二人とも死んじゃった感じだな。いやー、ウェイドのいとこいなくなっちゃった。面白い女。やめろ、それはダメだ。当たり前だろ、お前。もうだよ、車乗ってどっか行った方がいい。この格好で行かない方がいい。シャワーをまず浴びろ。うわっ。いやいや、ダメだってこれ。ちょうどいい場所行く前にまず現場検証でしょ。部屋の中どうなってんの。信じられないようなことになってそうだな。入れねえかな。あー、入れねえわ。でもこの窓を見るに2人とも亡くなりましたね。残念なことが起きましたよ。まあでもやっぱりね、トレバーに銃を構えてしまうっていうのはそういうことだよね。あら、これあれじゃん、なんだっけ、ラズベリー、違う、なんつったっけ、名前忘れちゃった。ミスターなんちゃらさん。車のフロントについちゃった。無理だろ、デブラはストリップになった。連れて行けるわけねえだろ。向こうで待ってる。シロップってなんだよ。お前分かるべ、トレバーと一緒に長いこといいんだろうよ。事故だよ、ただの事故だよ。ああ、舐めるの。舐めるなよ。もうバレちゃったから。 DG ベルと自分のクラッシュと一緒に。あ、見せられてたの、拾ったのね、トレバーさん。そっか。そりゃおかしな話だよ。消えちゃったの。デブラ。ああ、不思議だわ、そりゃ。ああ、しょうがないね。来ましたよ。はい、バニラユニコーン。こんなとこにいるのかよ。おかしいだろ。でしょうね。新しい家？ここが？ずいぶんご機嫌な家だな。Right here. Here? Here. Now I know
it's unconventional, but that's the way we roll, homie. Hey, you two. You two, I want you to give this boy a good time for a long time. Boya, だからな。Gorgeous, gorgeous. Tell me where the man is. Let's find establishment. Through there and take two doors. マネージャー何する気よ。Through there. To the right. この格好できて何も言われねえのな。すごい国だぜアメリカ。おやおやおや。Amigo! お初にお目にかかるのにアミーゴなのか。ああ、閉められちゃった。ああ、もうダメだこれ。終わったわ。トレバーさん。閉めちゃったよ。スイッチすんの？マイケルかな？ここは、どこ？あ、マイケル邸だ。懐かしい。Hey, Lester. Hey, Lester? Trevor just called about the big one. それは例の件ですね。You know anything? Yeah, I told him we could hit it. You down? Of course I'm down. 乗るんだ。I'll get my research together. すごい規模の強盗になりそうだな。乗っ取った。乗っ取っちゃったのね。そうですか。ああ、愛の沸点。まさしく沸点だったね。いや、最後の最後に落ちてしまいました。というわけで、まあ、一応ミッションクリアした。おっと、リッキーって誰だ？ IT guy. What's up, bro? IT 職人。I know you aren't still fixing computers for a living. When are you gonna throw some money my way? あいつか。Hey, if you're right for a project, あの、頭爆発した時の社員か。Okay, but don't forget about me. ああ、そう、ハッカーか。そろそろ使ってやんねえとな。というわけでですね、まあ落ちてしまったので、ちょっとその続きからやっていきたいと思うんですが、ジミー、家の後ろに車を配送しておいた。あれ運転したら、年老いた気分になったぞ。ジズルには無理だぜ、あれ。つか、外の、なんだろう。メキシコ人？あれか、マドラゾーがいる時に来たのか、家。あ、ちゃんと車、戻ってきてんじゃん。マイケルの。うん、まあいいんじゃない？したら、ブリッター見て終わりますかね。隣のデブラとフロイドの部屋から妙な物音がいろいろと聞こえてくる。飲み込めそんな。アフリカで飢えてる人々がいるんだ。間違いないわ。もうこのブリッター腐ってるよね。腐りすぎてるよ。大丈夫？ロッキーデンジャー。他の記事はないのかな。なさそうだな。そうかそうか。じゃあ次回はもう間違いなくトレバーですね。でもこれトレバーマークフランクリンで行かないといけないのかな。久しぶりだな。あれ？あ、緑がフランクリンか。いいのか。トレバーは普通にマイケルで行けばいいんだな。わかりました。じゃあ次回はトレバーで。というわけで今回も長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価のコメントの方ぜひよろしくお願いします。次回はこのトレバーの強盗連邦保管庫だっけの強盗のちょっと進捗があるんじゃないかなと思うので、こちらを進めていきたいと思います。じゃあ今日も長い間ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。また。